今日はお越しいただきありがとうございます。思いのほかちょっとこじんまりとしてしまったんですが、元気にやりたいと思います。で、今日は配信の方もしていて、配信の人はゲーセンもしてもらうみたいな形になっています。で、コロナの影響で僕たちもその動画を作ったりとか配信したりとかっていうことを今いろいろと試行錯誤しながら取り組んでいて、今日は重松さんがこの機材のかなりの部分を携えて長崎からやって演奏しつつこれいただきました。で、皆さんは配信されてるので声を出してはいけないとかいうことは一切思わないで、ぜひ、ぜひパックスしたりしてください。映らないので、こちらは、はい、演奏してるところだけが映ります。で、僕からなんですが、バタバタで準備が動きます。食べないよ。どうした？食べてない。じゃあ、始めたいと思います。岡田健太郎と言います。よろしくお願いします。オレンジライン、
笑う君の横顔、物心つくかつかないかの頃から小さなこの街で僕たちは同じ時を刻み夢見てきた世界が今まさに動き出す、すれ違いでも別離でもなくただ隣のホームに立つ、それだけのことかもしれないけれど今はただ君と笑いたい、オレンジ色のラインまとい各駅停車か窓辺を滑る、明日から僕らはそれぞれ別の街へと向かう、授業の終わり告げるチャイム、僕は思い切り深呼吸して今まで過ごしてた特別な日々を一つ一つ鮮やかに思い出す、すれ違いでも別離でもなくただ隣のホームに立つ、それだけのことかもしれないけれど今はただ君と過ごしたい、オレンジ色のラインまとい各駅停車か窓辺を滑る、明日から僕らはそれぞれ別の街へと向かう、オレンジ色のラインまとい各駅停車が今日も行き交う、明日から僕らはそれぞれ心つくかつかないかの頃から小さなこの街で僕たちは同じ時を刻み夢見てきた世界が今まさに動き出す、すれ違いでも別離でもなくただ隣のホームに立つ、それだけのことかもしれないけれど今はただ君にありがとうを、ありがとう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 、オレンジ色のラインまとい各駅停車か窓辺を滑る、明日から僕らはそれぞれ別の街へと向かう、オレンジ色のラインまとい各駅停車が今日も行き交う、明日から僕らはそれぞれ違う夢へと向かう、ありがとうございます。改めまして岡田健太郎です、よろしくお願いします。オレンジラインという歌は中学校の音楽の先生を1年やったことがありまして、その時に、卒業生に向けて、
書いた歌でございました。電車がちょうど学校から見えるところだったんですよね。で、オレンジラインという歌を、電車の歌です、電車大好きで電車の歌何曲かあるんですが、その中の1曲でございました。はい、次はね、小学生の、今日は小学生の皆さんお越しいただいておりますので、転校生という小学校が舞台の歌を歌いたいと思います。先にバラさないでくださいネタを。では転校生歌います。じゃーん。昨日僕の隣の席に転校生がやってきた。アミちゃんっていう女の子、マシュマロみたいな女の子。教科書見せてあげたんだ、消しゴム貸してあげたんだ、ピーマン食べてあげたんだ、きなこパンの粉もあげたんだ。今日も僕の隣の席に転校生が座ってる。舞ちゃんよりも可愛くてうちのペロによく似た女の子。もっと喋ってほしいんだ、こっち向いててほしいんだ。アメちゃん一つあげるから僕と結婚してほしい。マシュマロみたいな女の子、マシュマロみたいな女の子。ありがとうございます。転校生聞いていただきました。次はですね、うちの2番目の娘が生まれる前に作った歌です。カブちゃんという歌を歌いたいと思います、ね、でカブちゃんと続けて2曲もう1曲歌いたいと思いますが、そのタイトルは後ほどということで、ではカブちゃん行ってみたいと思います。かわいいね。お腹の
ちゃんなんです。ママのお腹がびっくりするほど大きなカブラみたいになってきた。カブちゃん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 聞こえるかい。カブちゃん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 もうすぐだね。初めましての日、カブちゃん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 元気だね。カブちゃん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 遊ぼうね。いっぱいおもちゃも貸してあげる、あたしがお姉ちゃんよ。卒乳なんて言葉はいらない、知らない、今はただ
新しい You、 この想い胸に秘めて Going brand new days、 生まれたその日も歩き始めた奇跡の日も、無条件な愛情泣き止まぬ葛藤、それでも日々繰り返す It's your new time、 バイ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 よ、バイバイバイさよなら、私の私の私のバイさよなら、バイバイバイ、ありがとうございました。その紙を持ってるんですか、その紙なんかうるさくないですか、ね、ちょっとおばあちゃんに渡してもらえると嬉しいな、ありがとう、あなたのあなたのあなたの生まれる、ね、前のお話でございました。はい、こんな歌を歌ったりしています。いろんなところで歌わせていただいてるんですが、最近は子どもさんとか親子の皆さんの前で歌うことがとても多いです。今の歌もそんな、まあ、僕と僕の子どもとの歌ですけども、そんなことをいろんなところで歌ったりしています。続いての曲はそんな中で、鹿児島に行った時に出会った女の子も成人して20歳って言ってたかな、この間の女の子が書いた素敵な詩をもらって、それに曲をつけました。歩みという歌があります。僕は5月にコロナになって、ずっと家におりましたので、5月に CD を作りまして、でその CD にも収録している曲です。コロナの時代にすごくフィットする歌かなというふうに思って、います。歩みという歌を、今日ちょっとしっとりした曲が多いですが、珍しいんです、そういうの最近。歩み歌います。絶望が胸を押しつぶすけど、ここに生きるみんなと手と手つないで、あの人にありがとう伝えるために、僕らは今また一歩さあ強く歩き出す。星々きらめく暗黒の海の中で失敗
ここに生きるみんなと目と目合わせて、あの人にありがとう。ここに生きるみんなと心合わせて、あの人にありがとう伝えるために、ありがとうございます。ありがとうございます。去年の12月から3月までも、あのとある地元の中学校でちょっと、音楽を少し見させていただいてたんですが、ね、コロナで休校になって卒業式がね
できたんですけど、卒業生だけの卒業式だったので、なんか急にね、もう明日から休みでこう卒業のこうなんていうのバーンとこういきなり終わっちゃったので、すごくなんかかわいそうだなというふうにも思いました。で、その時に書いた、まあ、せめて歌でちょっとなんかね、元気が出ればなと思って書いた歌です。青葉という歌を歌います。この手の中
ありがとうございます。はい、青葉という歌を聴いていただきました。虫の音が結構いい感じでリンリン言ってますね。すっかり秋になりました。もう一曲だけお付き合いいただいて、この後ちょっと休憩をして、いよいよ重松総一郎さんの登場となります。今日は配信、オンライン配信もやっていて、この、ね、映像を見てくださっている方もいらっしゃるのかなと思っています。なんか不思議ですが嬉しいですね。ぜひ、オンラインの向こうの皆さんも楽しんでください。それでは、最後は笑う星という歌です。まあ、今の時代にもぴったりかな。震災の、東日本の震災の後に書いた歌です。では聴いてください。笑う星。笑おう、みんなが笑えば僕らの地球は
ありがとうございました。岡田健太郎でした。
ちょっとマイクチェック聞こえてる？ OK。 はい、座った方がいいかな。じゃあぼちぼち始めようかなと思います。この人数でこの距離でマイク必要ないんですけど、一応配信してるっていうのもあって、あとね、岡田くんはやっぱピアノの音に歌が負けないようにマイクを使うということでね、ちょっと使ったんですけど、僕もちょっとおしゃべりの時だけ使おうかなと思います。僕は今長崎に住んでいて、コロナで本当ツアーがほとんどなくなっちゃったんですけど、ぼちぼちできるツアーはこういうふうにやって回っています。岡田くんはもちろんピアノより歌がメインで言葉のある表現なんですけど、僕はピアノだけなので言葉の表現はありません。その代わりこうピアノの音を一音一音からこうなんか皆さんがそこに耳を澄まして感じて、いろんなことを感じてくださったらいいなと思います。でなんかコロナ以後本当こうおかしなことにいろいろなって、僕の周りでもちょっとねコロナうつになったり、まあ考えたらね自分もなんかそんな状態なのかなって感じる時もあったり、こう生きてるんだか死んでるんだか分かんないようなね、そんな感覚になってしまう人もいると思うんですけど、でもこう音が響くのは生きてるからだし、嬉しくなったり悲しくなったり感動したりするのも生きてるからこそなので、なんかこう音からいろいろ想像したり感じたり、そんな時間を過ごしてもらえたらいいなと思います。ゆっくり楽しんでください。Thank you.
ありがとうございました。今のはこう弾き始め前半は即興で弾いて、後半こう流れるような部分は風の行方という僕のオリジナルの曲でした。僕はその即興演奏っていうのをすごい大切にしていて、特に1曲目は、こういきなりね、こういうものを披露しますって始めるんじゃなくて、今この空間でしか生まれない、今ここで一番こう自然に生まれてくるものを音にしたいなと思ってやってます。こう毎回ピアノも違うし、ピアニストは楽器を持ち歩けないので毎回ピアノも違うし、聴いてくださる方もこの場所も自分も毎回違う中で一番自然にこう出てくるものを音にしたいなと思ってやってます。じゃあ続けて、もう一曲弾きたいなと思います。シュプールという曲です。
シュプールという曲でした。次はちょっと、今明るい曲だったんですけど、割とね重いテーマの曲です。僕はあの横浜の出身で、もう8年ぐらい前に長崎に移住しています。次の曲は長崎に関係のある曲で、原爆をテーマにした忘れぬ記憶という曲です。忘れぬというのは忘れられないってことですね。忘れられない記憶という曲です。もう15年以上前になるんですけど、広島で、8月6日の原爆の日に被爆ピアノっていう、原爆でね被爆したけど無事に何度か残って、それを調律師の方がこう丁寧に修繕して修理して、弾けるようにしてくれたピアノっていうね、被爆ピアノっていうのが日本に 5,6 台もうちょっとあるのかなあるんですけれど、その中の1台を弾かせていただく機会がありました。こう原爆投下時刻にこうみんなが黙祷をして、その黙祷の後に僕がそのピアノを弾き始めるっていうような、そんな企画だったんですけど、そんなご縁もあって、ずっと毎年8月6日9日は広島と長崎で演奏させて、ずっとさせていただいてます。でそういう中で生まれた曲です。被爆者の方の平均年齢がもう80歳を超えていて、いかに僕らがその記憶を継承していくか引き継いでいくかということが大切で、そんな思いで作った曲です。忘れぬ記憶。Thank you.
Thank you.
忘れぬ記憶と、菩提樹が歌う時という曲でした。では次の曲が、僕のソロの最後の曲になります。最後の曲はいつも自分のコンサートで一番最後に必ず弾いている曲で、息をしてという曲です。こうやって自分が息をして生きていて、皆さんも一人一人同じように息をして生きていて、人間だけでなく鳥も花も木々も虫もお魚も同じように息をして生きていて、それは何も変わらなくて、そして自分の力で息をしているというのもありますけど、植物が息をして酸素を作ってくれるので僕たちは息ができていて、植物の命も動物の命もいただいて生きているので、そうやってみんなが息をして生きて生かし合ってるっていうことを曲にしたいなと思いました。そしてそういうみんなの命が川の流れのようにこう過去から未来へと脈々と流れていっているような、そういう生命の川の流れをモチーフに作った曲です。僕にも命の川が一本あって、皆さんにも一本ずつあって、それがこんな風に寄り添ったり交わったりしながらずっとずっと流れていってると思います。皆さんのご自身の命の川の流れを感じながら聴いていただけたら嬉しいです。
ありがとうございました。では今日は最後に1曲2人でせっかくですのでねやろうと思います。で今日ね何もなんかバタバタしてて、打ち合わせも練習も何もする時間がねなかったので、いやこっちはいいんじゃないですか、はい、のでもう本当にねもともと即興でやる予定だったけど打ち合わせも何もない即興ですね。どうしよう、座った方が皆さんには関係ないんですけどカメラには収まります。こっちはもう切れちゃった。あ、切れちゃった。今日はあの重松さん CD を持ってきてくださっています。で僕の CD も並んでますか。あ、はい、僕の CD も並びましたのでよかったら見てみてください。はい、はい、どうしようか。はい、じゃあ喋る、いや始めましょうか。はい、はい、これ大丈夫ですか。はい、thank you.
ました。ありがとうございました。重松総一郎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、だいたい予定の時間にちょうど今なりました、はい、で、アフタートークっていうのも予定しているんですが、もしお時間、もうだいぶ遅くなりましたので、もうなんか、このまま10分ぐらいちょっと、ちょっとお話しますが、うん、はい、大丈夫ですか、はい、聞こえてますか、はい、せっかく重松さん長崎の佐世保から来ていただいてますし、即興でピアノを弾くっていうのを初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、何かちょっと聞いてみたいことなどありましたらきっとお答えしていただけると思いますが。いきなり振られてもその即興と今日は曲も何曲も弾いてもいただいてますけど、はい、即興とその曲のこの境界線みたいなものは何かはっきりとあるんでしょうか。すでに作ってある曲に対してあえてこの部分は即興で弾くって残してる作り方をしてる曲もあるし、ただ岡田君もそうかもしれないんだけど、曲を作るときにそもそも楽譜を書かないので、弾きながら作ってて、それが自分の頭の中とか感覚に残ってるものを弾いてるので、まあ決まってるようで決まってないというか、本番もだからいつも弾くフレーズを弾く部分もあるし、もうあんまりそこにこだわらないで自由に弾いちゃってる部分もあったり、あんまり境目はないかな。だけどはっきりメロディーをもう決めちゃってる曲もあります、ね、楽譜がない、僕も楽譜書かないんですけど ないんです。書いてもそんな僕はあんまり読むの得意じゃないので。あ、そう、僕も読むの得意じゃない、書かなきゃ、書いてくださいって言われて書くことはあるんですけど、だから読み方は知ってますけど、しかもこうあれを、まあ、今僕が今弾いたことを全部書きなさいって言われたら、はい、いや膨大な量を書かなきゃいけなくて、それは労力って何のためっていう感じで、その昔のクラシックの時代は録音っていうものがなかったから、譜面に残して後世にね伝えるとかしか方法がなかったけど、まあ、僕らいくらでもこう録音もできるし、なるほど、はい、そうですね、っていう感じかなと思ってね。ピアノやってるの？そう、ピアノやってるよね、で、彼は僕のピアノの生徒さん。あ、そうなんだ先生はどうですか？優しい？うん、そうだよね。レッスン来てだってボール蹴ったりしてんの？わー、悪いやつだ。まだやってる。時々、いつもじゃないです。だから怒らないでください。なんか僕も自分の娘に教えてるんですけど、やっぱ親子だといくらでもこう言いたいことも言えちゃうし、もっとこうだ、ああだこうだって、だから厳しくなっていっちゃうんですよね。なんかもう娘はこう悔しくて泣きながら練習したりとかこともあって、僕はもう教えないと決めてますそうなっちゃうからね。教えない、教えない誰かに習いになってください。ピアノって何歳ぐらいからやってたの？ちゃんとやったのは高校生ですね。あ、そんな遅かったのね。僕からするとやっぱ歌いながらあんだけ弾くっていうことがやっぱすごいなと思うんだけど僕はそれはできないから、それも慣れみたいなもん。
最初からだ、歌うためにピアノを弾いてるので、あ最初が。そっかそっか、うん、であの習ったのはバイエルとかあのいろいろ習いましたけど、うん、でもこう弾いて歌いたかったの最初から、うん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 、じゃあ普通の人がいるみたいにバイエルが終わったら次は何々で何々でってだんだんクラシックの難しいのにやっていくみたいなのをやってない。受験のためにそのクラシック系のピアノは受験のためで、それ以外に自分で趣味で弾いてたのが今やってるようなです。だから最初はリズムも簡単にもう4つ、はい、イマジンみたいな感じね。そうそう、チャン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 っていう、うんうんうん、それなら歌えますよ皆さん、うんうん、でもそれがねなんてなんて女の子みたいな速い曲よく歌いながら弾くなって面白いですよ、ね、でもあの弾ける弾きながら歌える範囲のピアノしか弾いてないから大丈夫です、ね、うん、なるほどね。てるよね、うん、ね、勝手に弾いて勝手になんか楽しくやってくれてれば今はいいのかなという感じですね。うん、はい、ちょっとコロナの影響の話とかもちょっと触れようかな。お願いします。どれぐらい僕はね、うん、40いくつキャンセルになったんですよ。すごい。すごい。ね。コロナで。それでこのライブ配信っていうのをもう全然僕は興味もなかったしやる気がなかったんだけど、あのステイホームでもうみんな家にいるしかなかった時に、あのオンラインでもいいからやってほしいっていうに友達が言って、もう本当にこう音楽好きな人はね音楽にも飢えてて。でなんか僕のこうライブとか来てくれてる人がねオンラインでもいいから聞きたいって言って、じゃあまあちょっとやってみるかって言ってゴールデンウィーク前ぐらいからちょっと始めて、したら結構みんなあのやってくれて嬉しいっていう人がねやっぱりいて、なんかこうなんか救われたってね言ってくれるとこっちも救われるじゃないですか。そんな感じでこうちょっと続けてやってみてます、うん、僕はそんなもともと40も公演の予定がなかったですから。でもキャンセルはいくつかありました。延期も中止もあって、うん、でも秋以降はその公演少し戻ってきて、うん、その5月に予定してた公演が今月一応予定してるし、うんうん、いろいろ変更になったけど、でもこの新たに11月に、演奏の予定が、うんうん、新たにいただいたのもあります。でもすごい人数は少なかったり、あのお客さんの、そうね、10人限定とかね、そういうのあるよね。そうそうそう。お客さんみんなあのフェイスシールド無料でフェイスシールド付きチケットみたいな。あ、なるほどね。うん、っていうのとかですね。面白い。まあそれを楽しもうと思ってますけど。ね、でもあの家にいたから練習もたくさんできましたし、うんうん、なんか良かったんじゃないかな。良かった部分もあるよね、うん、僕なんかはなんか娘と過ごす時間がやっぱ取れたっていうのは、いつもツアーでいないのに、うん、ねね、そうですよね、家で一緒に過ごせたっていうのは大きかったですね、うん、はい、うん、それは良かったとこですね、はい。まあ来年以降ね、はい、まああのお客さんは少ない自分たちは少ない人数でもこう余裕があって、うん、ゆったり贅沢だなって感じで楽しめると思うんですが、うんうん、ただあの収益っていうことを考えるとね、うん、なかなか大変、舞台に立つ仕事の人はみんな半分以下になっちゃうわけだから大変ですけど、うん、まあなんとか生き抜いていきましょう、うん、はい、はい、なんかあと、はい、
お知らせとかありますか？お知らせは、またこの自分の企画のコンサートとかっていうのも予定してますし、11月の1日に大阪の大東市というところでコンサートがあって、これも、チケット販売でも30人限定が2回公演ありますね、60人かな、とかあります。あと CD を頑張って作って、ね、販売してますので、よろしければという感じです。はい、僕は、まあ、ライブもあるんですけど、このライブ配信が明日と明後日東京でやります、すごいね、明日お客さん入れてなんですけど、明後日は無観客で、ライブペインティングとのコラボをライブ配信することになったりとかして、明日はキャンドルナイトなんで真っ暗の中でうまく撮影できるのかわからないけど、やる予定ですので、だいたいこれぐらいの時間帯7時ぐらいからなので、もしよかったら YouTube で僕の名前を検索すると出てきますので、ご覧になっていただけると嬉しいです。はい、はい、じゃあこんなところでしょ。こんなところです。よろしいですか？ご質問ございませんですか？ね、夜も遅くなりましたので、はい、本当に今日はご来場いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお願いします。配信ご覧いただいた皆さんもありがとうございました。投げ銭よろしくお願いします。そうですね、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。